どうも、どうです。おのおに続きやっていきたいと思います。さあ、ライオンの剥製を見に行こう。わお、ビデオテープなんだね。なんかね、入れた、動いた、スイッチだって。配線どこかで見たな。外だ、喋んないんだね、キヨコさん。私を知らないところでこんな写経を作っていたなんて。喋ってくれたわ。一緒に行こうよ。怖いし。レバーを倒す。なんかあるぞ。これはブリキカーに何か書いている。お、花のブローチ。これ鍵？何か入ってる。個人宅に納骨はできないというので、代わりに誕生日にあげた花のブローチを収めることにするよ。愛しい小さな花よ。摘み取られる間にはまだつぼみだった。かけがえのない大切な日々。すべてがただ懐かしい。俺だけがいい。まあ、とりあえず、京子さんに。はめた。開いたぞ。きっとこの部屋に何かあるはず。セーブだ。これは金庫。なんじゃこりゃ。挨拶な石板が被験者やアイコンに当たらないよう、特注の金庫にしようことにした。パスワードはあの柱時計を参照すること。柱時計これか。でよ、はじめは？鍵マークみたいなやつだ。9か。9じゃねえか。4か。41。でっかいやつと。41。417は2だよな。5か。開いた。石板、これでようやく。ひよこさん、あったよ。ひよこさん、石板です。これで。ひよこさん、これは、そんな、どうかしましたか？一体何が？これは、何？ふき、あいこ、ゆうべも君の夢を見た。君の中の君は笑顔だった。研究はついに佳境を迎えている。もうすぐ。もうすぐだ。被験体37。これは素晴らしい。完全に治っている。ついに、ついに実験が成功したんだ。ついに、ついに成功した。ようやくだ。ウイルス治療薬、そのためにこんな犠牲を。やむを得ないことだ。そのおかげでようやく成果が出たんだ。それが今、人を犠牲にしていい理由になってる、なるっていうの。愛子が亡くなってから全てが変わったわ。あなたのやり方は私には理解できませんでした。ごめんなさい。くそ、どうして。全てが無駄だった。僕は孤独だった。どこにも希望はない。もうどうでもいい。娘に先立たれ、妻にも見放され、僕の孤独は決定づけられた。孤独は辛い。このまま生きていて何か意味があるのだろうか。いっそ、僕も、このウイルスで、自分に打っちゃった。
自分自身にウイルスを投与した。そんな、じゃああの化け物こそが石井義郎。なぜ死ねないウイルスが変異していたか、あるいは研究の中で何らかの体制ができていたか、最後まで思い通りにいかない人生だった。誰、いつの日か僕のことをそっと思い出してくれ。愛している。これは厳しい。京子さん、私どう言葉をかければいいか。そんな、じゃあ私のせいでって思っちゃうよね。まあ奥さんが見放したせいで、旦那さんがもう精神的に追い詰められちゃって、もう生きていくの辛いってなっちゃったってことだもんな。今心境的には落ち着いてください。京子さんのせいじゃない。でもそう、そうね、ごめんなさい。さすがに少し疲れたわ。先に行くわ。その石板を持ってホールで会いましょう。京子さん、そりゃつれえわな、正直言って。責任感じちゃうよね。こっから行けないんだったわ。なんですか、君は。お呼びでないです。どこまで逃げてもキリがない。旦那が来たよ、旦那が。もうダメ。この音楽。京子さん、もうこんなこと終わりにしなきゃ。お、火炎瓶。何を。早くあなたは先へ。陽子さんは、私は見届けないと、その責任がある。そんな、ここで死にたいの。お姉さんを助けるんでしょ。お姉さんを外へ出て、そして行きなさい。陽子さん、わかりました。どうかご無事で。二人きりね。あなたとは違う形で再会したかった。お、一緒に燃え尽きる気か。京子さん、私は夢中で階段を駆け下り、地下へと走った。暗闇の奥へ、奥へと。来た来た、研究所。なんだこれは、ウイルス研究所か。ここが研究所。セーポイント。ウイルスの症状。発熱、頭痛、筋肉痛などから嘔吐、腹痛、消化不良。第2段階。うわ、出血とか、いろいろね。気管の収縮とか。多臓器不全、窒息。99% が死亡する。テープが大量にあると。懺悔。大学で学んだ知識を生かせるというから来てみたが、この施設は狂っている。石井先生の研究に対する姿勢はある種の、変質だ。恐ろしい人体実験までして一体何を作り出そうとしているんだ。何度もやめようと思ったが、愛する家族の顔が脳をよぎり、できなかった。きっとこの先も許してくれ。うん、こんなのやりたくねえわな。この人かな、この懺悔を書いた人は。あれはお姉ちゃん。お姉ちゃん、ね、お姉ちゃんだら。もしかして向こうからは見えてないの。お姉ちゃん、ここを見たね。バグです、これ多分。俺はバグっぽいな。俺は一体これ何が。張り紙。絶対に開けるな。死にたくなくて全ての情報を捨てろ。なんだって。おう。夜が明けた。相変わらず辺りは地獄だ。どうしてこんなことになってしまったんだ。体が徐々に動かなくなったのを感じる。
例の斑点も出てきた。こんなことなら研究に参加しなければよかった。そうだ、やつらと同じ意味なら意識のあるうちに自分で、まあ、空気感染するかららしいからな。なんだ、換気分。やつらにこのバリケードを越えさせるな。もう俺たちもダメだも、ダメかもしれんが、やつらに食い抑えるよりはマシだ。明日は我が家のチビの誕生日なんだ。うんと遊んでやると決めたんだ。クソ、バグだ。いるな。ねえ、そろそろここでの生活に飽きてるんじゃない？宿題をしなくていいのは嬉しいけど、外で目いっぱい遊べないなんて退屈じゃないか。そこでだ、仲のいい君らにだけ秘密の抜け道を教えることにする。何？この手の施設の、秘密の施設は設計者が口封じのために閉じ込められることを恐れて隠された抜け道を用意しているものさ。ヒントはこの部屋にある動物のパネルだ。それらを正しい位置に置くんだ。そうすると、おお、スネシカ、スネか。では鹿のパネルだ。首があると。規則正しい食事、毎日の健康診断と注射、勝手に電話や外出をしないこと、あとは何をしても自由。いいね。ここでの生活にも随分慣れた。勉強をしようとうるさい大人がいないのはいいけど、友達がすぐいなくなるのは寂しい。毎日の健康診断や注射もめんどくさい。それさえなければずっとここにいたいんだけど。嫌でしょ。でもボリだ。そこにキツネがあるんだな。壁ちょっと見にくいね。来ないでくれし。いただきだ。危ない。そう。リガーそこにあるんだ。そこもなんかあるんだよな。これがあるかな。あ、鳥で、あとそこがウサギか。通れんだ。あ、いた。ウフー。声がするぞ。大丈夫か。12歳、急不全。9歳、子供ばっかりだね。6歳、改良版の投与開始。娘と同じぐらいの年の子じゃないといけないってことか。おっと、なんだこの騒ぎは。今朝何か思ったが、所長が例のウイルスを使ったらしい。そこから生まれたやつはもはや新種の生物。やつは周囲の研究員の殺戮を続けている。しかも、やつから二次感染した研究員や被験者まで同様と起きた。なぜ死んでいないのかわからない。だが、何にせよ、彼らは中途半端に進化して自我を失い人を食いつけている。俺ももうダメだ。部屋には鍵をかけたが、やつらが突入するか、俺の体力が尽きるか、時間の問題だ。マジかよ。なんか光ってる。お、どんぐるき。研究所っぽいね。これでお姉ちゃんの部屋に入れるかな。開けた。お姉ちゃん、ゆい、どうしてあなたがここに。お姉ちゃんが心配で探しに来たの。ああ、ゆい、泣かないで。ごめんなさい、心配かけて。うん、大丈夫。お姉ちゃん、急いでここから出よう。急がないと、あの化け物が来る。化け物？そう、彼のことね。彼？
まさかお姉ちゃんもあのバケモンの正体を知ってるの？え、もちろん。姿は違えど間違いないわ。彼はあの時私を助けてくれた。私は幼い頃とある病に侵されたの。病の名はアルドビア出血熱、 99% の感染症。いろんな病院をたらい回しにされ、医者からも見放されて、私は秘密裏にこの地下研究所に運び込まれた。起きたか、よかった。おじさん誰？彼こそが私を病気から救ってくれたアルドビアウイルス研究者、石井義郎だった。素晴らしい、完全に治っている。ついに実験が成功したんだ。実験？そう、お嬢ちゃんが初めての成功例だ。これでようやくあの子も浮かばれる。初めて君を見たとき驚いたよ。君は私の娘に、愛子によく似ている。いや、本当に助かってよかった。私は彼の実験の対象者だった。そして実験を成功した。幾人もの幼い死体の上に私が生き残った。そして彼の奥さんがそのことを知り、彼は一人ぼっちになった。まあ、もともとは娘と同じ人を出さないために開発していたっていう感じか。そういう感じだったか。かわいそうな人。私は彼の娘じゃない。どれだけ似ていたとしても、だから一緒にはいられない。逃げましょう、ユイ。わかった。聞きたいことはいろいろあるけど、生きてここから出るのが先ね。どこかに道があるはず。ドングルキー？同じドングルキーや。さあ行きましょう。出口を指すの。はーい。お姉ちゃんもうちょっと早く行こうか。あれは何？道が塞がってる。どうか他に道はないかしら。上あるんじゃね。よく見ようぜ、もうちょっと。エレベーター、もしかしてこれで、ようやくこれ。うわ、な、何これは。京子さん、京子さん。それじゃあお前自分の奥さん殺したのか。そんな。ゆい、一体どこから。お姉ちゃん先に逃げて。でも大丈夫、私もすぐに追いつくから。そんな開かない。こんな展開あった気がする。通電してない。配電のスイッチは。なんとかスイッチをオンにしないと。あったな、これ。ファルダーオン。危ない。ああ、助かった。早くスイッチを。いや、ガソリンが燃えている。やばい。今度こそおとなしく死になさい。今のうちにどっかへ。わお、大爆発。うん、うん。まずい、早く脱出しないと。逃げるんだよ。どういける、ここいける。あいつとか消えたね。わお、生物余裕がある。素晴らしい、こっち行ける。爆発するぞ。時間制限はないからまだ生きてたの。おお、なんだってんだ。しつこいんだよ。やばい、本当にバイオみたいだ。バイオのラストみたい。あぶねえ。お姉ちゃん大丈夫か。助かった。ゆい、よかった。お姉ちゃん、レイちゃんと私は必死に走った。泳ぎや肩が見えなくなるまで。
公園を出ると見慣れたはずの街の景色がやけに眩しく懐かしく感じられた。お姉ちゃんが隣にいる。私の心臓はようやく落ち着きを取り戻した。お姉ちゃんにまた会えてよかった。ごめんなさいユイ、私のせいで危険な目に遭わせて。私軽率だったわ。え？私もある程度は予測していたの。あそこが危険な場所だってことは、彼が原因だってこともある程度は察しがついていた。でも革新的な情報がつかめなくて焦って踏み込んでしまった。お姉ちゃん、お姉ちゃん、もうこんなに危ないことはやめてね。もしまたこんなことになったら私は。ええ、ユイが助けに来てくれてよかった。嬉しかった、本当にありがとう。今思うと、なんであんなことができたのか私にもわからない。でもお姉ちゃんがいなくなると思うと、一人になると思うと、途端にとても怖くなって、やがて入ってからはただ必死に行動してた。まるで何かに取りつかれたみたいに。そう、幸せだ私。京子さんも助けてほしかったな。ねえ、こんな言葉を知ってる？本当の上は、アフリカのような発展途上国にはない。東京やニューヨークのような大都会にこそある。え？誰にも愛されないという上が。お姉ちゃん、やつがああなったのは自分自身のせいよ。お姉ちゃんが気負うことじゃない。ユイ、ありがとう。1年後。1年経った。お姉ちゃんは記者を辞め別の仕事を始めた。受験生になった私は日々勉強に励んでいた。あれから私とお姉ちゃんの生活は平穏そのものだった。でも私は未だにあの日の夢を見ることがある。恐ろしい光景にうなされ汗びっしょりで飛び起きるたび、私は鮮明に思い出すのだ。あの館で体験した出来事、間近に迫る死の世界、そして脳裏に焼き付いたあの斧を持った鬼の姿を、時々お姉ちゃんが言った言葉を思い出す。本当の上はね、都会にこそある孤独感、寂しさ、不安、それは特に周りを見えなくさせる。そう、もしもたった一人の家族であるお姉ちゃんがいなくなってしまったら、私もあの人のようになるかもしれない。いや、それはきっと私だけじゃない。愛するものをなくし、愛した人が離れていき、誰からも愛されなくなった瞬間、人は壊れ、そして変わってしまうのだ。あの化け物のように。もしもし、どうしたの？え、お兄さんがいなくなった？今どこにいるの？応援？もしもし？もしもし？来てた。まさかね。振り返される。はい。で、鏡獣刀、まあ前にやったね、鏡獣刀は、が、これの続編ということなのかな。あっちでも斧鬼に追われましたからね。こういう終わり方だったかな。まあ、確か、京子さんは前作は絶対いなかったと思うんだよね、確か。でもせっかくだから生き残ってほしかったね。はい、というわけでね、おのおに最後までご視聴ありがとうございました。ぜひともね、チャンネル登録、高評価、チャンネルはね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。というわけでね、次回もよかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。